東京競馬場、本日の第9レースの発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはサクラロング、アドマイヤクロー。この馬も好スタートを切りました。予想通りサクラロング、先頭かアドマイヤクロー、これに続きます。サクラロング先手を取りました。その外にサクラプロフィート並んで、11番レッドミッドサマー、シャーペンフェイス、そのうちに続いています。オースミーレンプ、すぐ後ろキョビ姫様、後ろからになりました。少し開いてリスキーフィエスタ、各馬大欅を通過。さあ先頭はまだ3番サクラロング、シャーペンフェイス、ほとんど差がありません。レッドミッドサマー、3番手キョビ姫様、いい位置です。さあここからどうか。4コーナーをカーブして、さあこれからです。サクラロング先頭、しかしその差はわずか。ここが踏ん張りどころ。サクラロング先頭、内からぐんぐんと飛び姫様先頭、あと 200m、 先頭は依然として飛び姫様、2番手はライクパラダイス、飛び姫様差を広げる、飛び姫様ゴールイン、2着はライクパラダイス、これはものが違う、飛び姫様